明日最後のコーナーは中村和夫のバスケットクリニックニュースです。ここも盛りだくさんでして、今日は応援コートの話題も入ってるので、まずはそちらからご覧いただきましょう。こちらです。はい、お写真いただきました。いっぱい来ましたね。この時はな、いろいろな中学生から、うん、大学生まで、大体がいるんだ大学生までな。大学生もいるんですか。大学生から何とも言えない、みんな喋るの、うん、子供が、いや新しい先生変わったよ、はい、どうだって、まあまあかな生意気なんだもう面白い。でもすごい、あのね、年齢差が違う中でもこうやってやってるし、ね、男女ともこうやってるし、ね、そうそう、まあね、なかなかコートあるとね、いい、本当いい。もう少なくともこちらサッカーはやらんからなバスケットバスケットやりに、そう、交流の場だそうですね、そこのね、人がいっぱい集まってくれると思ってます。それやっぱりね、これを蹴飛ばすのいるの、うん、ダメそれは、うん、絶対蹴飛ばさせ、うん、いるのやっぱり、うん、バスケットボール蹴飛ばすやつ、うん、それだけは許さんってな、サッカーにやっぱりな劣等感あるから、あのねこの前もあのゲームあれで鹿島のゲーム、うん、5万いくら入ってたよ。そうそう、なあ悔しいな国立競技場で昨日の試合鹿島と並びました。長谷川選手は応援コートの存在は知ってました、はい、存在は、はい、知ってました。まだ行ったことがない、まあ、来ればもうちょっと活躍できるのそうだそうだそうですよ、行かないと、そういうチェックスあるんですよ行かないとですね、ね、富樫なんかそうだよ、返しだ、うん、勇気の返し、はい、監督の方ですね、あの名前、はい、あのカップに来て、うん、全員来たのよ、うん、これでもインターハイ勝った、はい、勝手に言うとして、ね、勝った、そうなんですよ、ジンクスがあるので、ぜひちょっとオフシーズン中にね、あの中村さんの家の庭にあるんで、はい、あ、そうですね、はい、ぜひね、行ってみてください。ね、子供たちが、でも作ってよかった、ね、楽しいもん。あ、本当ですか。とりあえずバスケット好きなやつが来るから楽しいよ、ね、だってさっきの写真だって、あのバスケ部じゃない子とかも来る、ね、野球部とかね、ラグビーとかな、そうそう、それラグビーなんか大垣東だから強いわ、はい、ラグビー、うん、バスケットやりたいんだけど、うん、親から兄弟全部ラグビーでやれないって、ね、なんとかしてほしいんだけど、いやいや、おやすみです、ね、いんだ、はい、こういう場所がありますので、ぜひね、皆さんも遊びに行ってみてください。そして今度はクリニックの話題です。オープニングでも話しましたが、中村さん福島に行かれました。こちらです。日大東北でクリニックやってきましたね。どうでしたか。ここね、やっぱり、まあ、今もプロ選手もいるよ、うん、けどそのくらい強かったの、うん、ウィンターカップとヒーターで出たいけどね、東陵とか、ね、それから福島も今回なんか東北大会ワンツーだからな、うん、朝かな、あと朝か、うん、あのそうそうそう朝か、うん、ゴリアマウスで、だから強くなった、うん、だからで4位ぐらいに、うん、ね、それでね、いやなかなかな、うん、まあでもね、いいわけよ、うん、来る理由はな、うん、ここにも選手来るのよ、うん、日大に絶対入れるわけよ、うん、はいはい、最悪でも日大工学部だわけよ、はいはい、隣にあるから、ありますもんね、それ考えればいいわけよな、そういう狙ってるのもいいわけよ、うん、子供でな、親が熱心で、もうすごい、もう親が本当熱心、来てましたか、この日も、いっぱいいた、ちょっと待ってな、あ、親と写真撮りやがったな、いやー熱心だから、ほらそうそうそうこちら、はい、またあのお土産をいただいてしまいました、ね、やばくなってきた俺言ったわけよ、それでな、もらったら、いやー来ないとこもあるなって喋ったこれでそういったらみんな来るいただいて毎週何かしら届きますね、そんなことありませんよ、いらないですよ別にな、お気遣いなくね、本当にあるとスタッフが喜ぶから言ってるだけで嬉しかった、中村さんに送ってくださいね、でもね、いろんな方法見るでしょ、また考えた、うん、ピックアンドロールはな、うん、あのね、能力ないチームは止まってからセットピックアンドロールは、それをやっつける力はやっぱり、ね、うん、なかなか難しい、ね、うん、伝送いろいろ工夫するから、
それでそのピックアンドロールをどこでやるべきかってことをちょっと言わない、考えた、うまくいった、新しい作戦、それから小川で監督が、はいはい、これは名前がなんかついてますかって、まだついてない、これまあ多分うまくいけば、うまくいく、そのピックアンドロールをどこでどうやるかやね、やっと、だからいや楽しい、これはね、発想がまだ新しいことができるうちはバスケットやるの、それなくなったらもうやめるのだってでもね、きついよやっぱり、3時間4時間は俺は立ったままだから、喋りっぱなしだからこいつな、しかし、ハワフル、こんなによく8時何もやってない、いやであってるよ、新しい発想と、うん、はい、そうですね、大丈夫、楽しい、本当楽しいな、で子供に会った後は元気でもだいぶ声治りましたね、そういえば、うん、先週までね、ちょっとちょっと危なかったんですけど、今回もちょっと危なかったんだけど、そんな怒ってこなかったってことですか、なんでやったの、なんで、いやいやいや、先週俺だったじゃん、そうか、ゴルフで楽しまれたんですね、シーナちゃんの大ファンだから、この人がくれたんですよ、義理人情、そう、ね、入ってますけど、のしにもうねもう OB 先生も上がって、その後まだまだ来てる、ここ体育館でないよ、そうそう、ゴルフです、はい、ゴルフでちょっとリフレッシュしたから声戻ったんですね、金曜日から行ってゴルフやって、はい、うん、土日練習、はい、この日は郡山、はい、なんと小川線、朝4時に起きて5時何分の小川線乗って、はい、いやきついよなあ、そして仙台で乗り越えでしょ、乗り換えてな、そうです、郡山行って、こいつがセットしてるからな、やるの、そっか、でもちょっとリフレッシュできてよかったですね、スコア良ければもっといいんだけどね、長谷川選手もこの間ね、はい、初ゴルフ行かれたって、はい、チーム旅行で、はい、どうでしたスコアは、いや、まあ、スコアはちょっと言えないんですけど、はい、もうすごく楽しい、楽しいだろ、はい、あの俺らほら体育館にいるから、うん、あの青空で、はい、なんとかね、あ、そうですね、はい、外で、俺がちょっとでも雨降るとすぐ中止あれはやっぱりな、青空な、はい、気持ちいいな、はい、でも思ったより上手にいくんですけど、あのパターが難しくて、うん、グリーンに乗ってからが、あ、違う、頭だから、頭グリーン周りとパターはね、頭練習しないあかんな、もうね、ドライバーとかのこいつら力あるから、はい、そうですよね、力あるから飛ぶよ、行ったり来たり、当たったら飛ぶよ、きっとそれだけでなんかちょっともったいなかったな、やってないとな、そうですね、そう、でも頭です、そうそうそう、ちょっとハマりそうですかゴルフ、あ、そうですね、なんか次行きたいなと思います、ぜひぜひ秋田のねゴルフ場たくさんありますので遊びに行ってください。郡山でクリニックした中村さんなんですけども、週末こちらの大会もありました、秋田で、総体の秋田市の中央地区予選ですね、はい、高校のバスケ予選がありまして、男子こんな感じでした、はい、結果は見事秋田工業1位と、もうちょっとなんだ、国学院、あ、全体のやつあるかな、これが、ね、4位になったな、うん、これがね、国学だから、ね、これもうちょっと強くならいいなと思ってるの、明桜がもう今やってないな、だからここが強化しだしたら特待生も取ってるの、だからぜひな、うん、強くなってくれればいいなと思ってるの。あ、名王も出てはいるんですね。一応バスケットボールでしょ。そうですね、強化してない。あ、そうなんですか、うん、長谷川さん知ってるかわからないんですけども、はい、中村さん今秋田工業にちょこちょこね。ちょこちょこじゃない。3ヶ月、3回ぐらい。そしたらよ、野城カップ行ったら野城の OB が健三だと名たちが秋田工業行ってるんですって。ね。みんなね、もう嫉妬、あの野城愛はね、関口の、はい、息子いるから、はい、関口がもう、もうあいつら本当に、いや、野城こう昔のな、野城工業の連中はやっぱり半端じゃない、うん、な、あの愛情は、野城工業バスケットの愛はすごい、はい、言ってるよ、つって、なんで悪いんだよ、つって。みんなシーナちゃん見てますからね、チェックされてますからね、
で、この地区予選では、まあ、先週の段階では南とか西も強いっていう話で、はい、南高が2位なんですけども、工業対南高の試合が、はい、僅差ですね。これは両方とも隠してやってます。あ、そうなんですか。県大会は当たるんだ。あ、もう絶対に見せない。勝てると思ったらやっぱりね、見せない。県大会は第1シードが能代、能代鍵、はい、第2がこれ、第2が工業、うん、で第3に秋田、南が入ってると。だから準決勝ってあるから、もう絶対両方分かってるから、両方とも隠した。へえ、ね。ああ、なるほど、うん。そうなんですね。はい、で男子はこういった結果で、じゃ女子も振り返りましょう。女子が、はい、秋田中央高校が優勝しています。こちらの4チームで総当たり戦ですね、決勝リーグは。はい、あ、そう。そうなんです。あ、リーグは良かったな。うん、松岡やって。はい。OB さんの後ろ、そうそう、OB と後ろ、あ、のしろの、そうそう、はい、令和コミュニティですね。よかったな、うんうん。中央高校にもね、あの、あ、小賀東の子がいる、2人スターターでいる、行ってるんですよね、うん、頑張ってるっていうお話してましたけれども、はい、地区予選はこのような結果で終了しました。で、その県大会が6月の初め3日からスタートして、はい、6日に決勝が行われると。決勝何なんだろう。決勝、そう、6日ですね。あ、能代でやって、6日火曜日、はい、能代三種で県大会があります。決勝は能代だろうな、きっとのかな、な、能代市でやるな、うんうん、そうですね。空いてたら行こう。お、もしかしたら会場で、そうですね、会う可能性が。おお、いるだろうかな。はい、もしかしたら。俺、本当、長谷川の応募、ほんと、あいつ、間違った。こいつ、アナウンサーで紹介するわけ。江戸コーチ、誰々、明日のところじゃ長谷川の応募、だって名前でしょ。こいつ、また試合なのに、何や、本体に来たんだと思った。ゴールデンウィーク中でしたからね、はい、待ってたら、シーズン中だった。長谷川違いだった。後から来てて、ああ、はい、そうか、お前かいって。同姓同名のね、はい、でも良くなったよ、むしろ強いんですよね。ちょっとね、ちょっと良くなった、あのね、良くなった、早くなった、はい、これがいい、うん、まあ、なんせ、うん、早いのが面白いってバスケットな、だからな、アイシーのような遅いのはダメってバスケット早い競技な、早くてなんぼ、はい、面白い、やっぱり早いのが盛りの時はとったらパーッだったよ、もうな、いや、その通り、ほんと早かった、これはもう ね、またそういったね、バスケがもしかしたら能代鍵でも見れるかもしれないですね。そうだ、まあ、もちろん秋田工業も応援して、あの番組ではね、番組で応援してるのか、気になるところ